皆さんこんにちは、トラベルウォーカーチャンネルです。今回は私が三井ガーデンホテル横浜みなとみらいに宿泊した際のその様子をお届けします。こちらのホテルは昨年5月にオープンしたばかりの新しいホテルとなっています。ロケーションとしては横浜駅からは徒歩15分、桜木町からは徒歩10分の好立地となっています。ホテルの入り口は1階となっていますが、20階が受付ロビーになっているため、エレベーターで20階まで上に上がります。エレベーター降りてすぐ右手が朝食会場となっています。朝食の様子も後ほどご紹介します。そしておすすめポイントその1がフロントからの絶景です。三井ガーデンホテル横浜は20階が受付ロビーとなっているため、受付階から横浜みなとみらいの絶景を楽しむことができます。正面左手奥が受付となっています。こちらで受付を済ませて、もう少し進んで左手にはアメニティ置き場が置いてあります。アメニティについては必要な分数量を自分の部屋に持っていくスタイルとなっています。ではお部屋の様子を紹介していきます。こちらの部屋では扉を開けた瞬間に横浜みなとみらいの絶景が目に入ってくるのがおすすめポイントとなっています。
トイレも最初は開放的で少し驚いたんですけれども、しっかりとブラインダーが用意されていたので安心しました。ちなみにビルの向こう側には三菱重工に勤める会社員の方々がいらっしゃいました。そしておすすめポイントその2が部屋についているプロジェクターです。こちらのお部屋ではプロジェクターが用意されていて、自分で持ってきた PC やスマートフォンから映像をプロジェクターに映すことができます。ここでは MacBook のプロジェクター投影の仕方を紹介します。右から1つ目、そして3つ目のケーブルを使用して映像を投影します。まずは HDMI のケーブルを挿します。その後、エレコム製の変換ケーブルに HDMI のケーブルの先端を挿します。その後、こちらの端子を MacBook に差し込めば投影完了です。そしてホテルのおすすめポイントその3が景色を楽しみながらのフィットネスです。20階にはフィットネスルームが用意されていて、宿泊者の方は誰でも使うことが可能となっています。今回はお一人様にも優しいラーメン一蘭を食べに来ました。はい、またいただきました。お待たせしました。ホテルに戻り、お風呂と歯磨きを済ませてプロジェクターのタイムです。著作権の関係上モザイク音なしにしていますが、 TBS の人気ドラマ I Love You を Netflix で見ています。
その後バスローブから着替えて個人的に一番楽しみにしていた朝食に行きます。こちらの朝食では神奈川県地産のメニューが豊富なビュッフェ形式となっています。7時オープンなんですけれども、オープンと同時に多くの人が入店していました。そしてホテルのおすすめポイントその4がふわふわのフレンチトーストです。ホテルのホームページにもフレンチトーストが紹介されるぐらい看板メニューの一つとなっています。あまりにもですね、美味しいものが多くありすぎたので、ちょっといつもより欲張ってしまってお腹いっぱいです。さあ、楽しい時間もあっという間で、気がつくとチェックアウトの時間になってしまいました。今回私が宿泊させていただいたのは三井ガーデンホテル横浜みなとみらいさんです。これから神奈川を訪れる予定のある方、横浜に遊びに来られる予定のある方、ぜひこちらのホテルに宿泊してみてはいかがでしょうか。こちらのホテル以外にも皆様のおすすめや気になっているホテルがありましたらコメントでご紹介いただけると幸いです。最後にこちらの動画をご覧になっていただき、いいねと思った方は高評価ボタンやコメント、そしてチャンネル登録を合わせていただけますと幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。